こんなとこで良きをお目にかかるとは。あ、漂白者さん、来てくれたんですね。ああ、あんたが漂白者ね。お噂はかねがね聞いてるよ。こちらは昆虫城の優吾さんです。陳皮さんと同じ骨董の専門家なんですよ。その通り。何って、そりゃお宝の手がかりを探してるに決まってるじゃん。上昇山の往来の再開後、師匠と私は上昇山由来の品が出回り始めたのに気づいたんだ。そのうちのほとんどは食定の個別。でも中には上昇山のものとは思えない来歴不明の品もあった。そこで、未来の港が出所じゃないかって私は考えたわけよ。以前過去の手がかりを探しにブラックショアへ行きたいと言っていましたよね。それで漂白者さんもお誘いしようと思って、北楽野原の戦いの後、ブラックショアのメンバーは次々に昆州から撤収していきました。ですが数日前、彼らから機雷の港で環境モニタリングを行いたいと予期軍に申請があったんです。ですのでこの機会に話を聞いてみるのもいいかもしれないと思って。え、漂白者さんが以前そのようにお話ししていたので。そんなに気にかけてるなんて、ヤンヤンはあんたに気があるんじゃない？あ、私はただ漂白者さんにとって大切なことなんじゃないかと。はいはい、冗談だよ冗談。つまり漂白者もブラックショアのメンバーを探してるってことでいいんだよね。それなら、私も一緒に行ってあげようか？私が直々にあんたたちの旅を守ってやろうじゃないの。名高い漂白者とプロの鑑定士たるこの私が揃えば、嫌いの港も何のその。これは新たな冒険の始まり。なんとなくそんな気がするんだよ。漂白者さんもいらしたことですし、まずはあちらの、ブラックショアの花持ちの方に話を聞いてみましょう。このパラメータに問題が起こるはずないのにな。信号も返ってこないし、どうなってんのこれ。そうだよ、何かよ。今忙しい。君まさか、アールトに招待された人？わぁ、ごめんごめん。金色の瞳に黒い花。間違いないね。私はニーヤ、ブラックシャアの花持ち。それにしても驚いたよ。まさかこんなところで会えるなんて。あのさぁ、ずうずうしいかもだけど、君に手伝ってほしいことがあるんだ。同僚として、お願い。そうなの？あんこが言うには、君がブラックショアの仲間になる日も近いって。私たち、ここでパラメータの異常値を計測してるんだ。この辺りに問題のある周波数が潜んでて、それをブラックショアに持って帰らなくちゃいけないの。嫌いの港が滅びたのも悲鳴のせいだし、このまま異常周波数を放置したら、また新たな悲鳴が生まれるかもしれない。うん。それで、テティスシステムが、私たちに指令を出したんだ。今は一刻も早く周波数を分析して、この問題を解決しないと。ただ、データ収容員が異常周波数の位置情報を送ってくれたんだけど、その後、
連絡が途絶えちゃったの。嫌な予感がするんだ。でもここには必ず誰かいなくちゃいけないから、離れられなくて。だから代わりに様子を見に行ってくれないかな。手に負えなそうだったら今週の公的機関に連絡すればいいから。まさかそれほど深刻な事態だったなんて。大丈夫、まだ最悪じゃない。テティスシステムの警報を受けて事前に食い止められるのが一番だからね。漂白者さん、私この方のおっしゃる件について調査したいと思います。予期の東博としてこの地の安全を守るのも私の役目ですから。よかった、予期の人もいるんだ。じゃあ異常周波数の位置情報を共有するね。過去の残響、あるいはソノラが宿るものといったところかな。ソラリスにおいて周波数は何にでもなり得る。ただこの周波数は重力に関係するものだって断言できるね。まるで重力源みたいに近づくと重力の異常を感じるの。だから異常周波数かどうかはそれで識別できるよ。うまく周波数を持ち帰れたらいいんだけど。調査中に危険を感じたらすぐに引き返してね。みんなの安全が第一だから。君たちが戻ってきたらすぐにブラックショアに帰ってテティスシステムに報告を。そうだ、君まだブラックショアに行ったことないんだっけ。じゃあ戻ってきたら一緒にブラックショアへ行こっか。残像の気配を感じます。どうせ雑魚でしょ、余裕だって。気をつけてください、この残像なんだか様子がおかしいです。建物が倒れた。ここから動けない。早く助けないと。もう手遅れのようです。こいつらがあの花持ちが言ってた収容員。ここで一体何があったのでしょうか。ようこそ軍政の調律者、漂白者。私たちはあなたの国をずっと待っていた。残された時間はあとわずか。フォード、そう、私の名前はフォードよ。これは私のブラックショアの花持ちとしての名前。あの人たちだけじゃない、他にもたくさんいる。男性、女性、お年寄り、子供。私たちの悲鳴は聞こえた。思い出して、全部全部思い出して、思い出して、あなたの過去、捨て去った記憶、ブラックシ
としての日々。そこに残された周波数は非常に乱れていて、危険な気配を感じます。うわ、なになに、いきなりキラキラ光り始めたんだけど。あ、これやっぱりブラックシュアのものだったんだ。漂白者、ほら見て。私はこのお宝の手がかりを探しに来たの。ブラックシュアのものだとは思ってたけど、やっぱり師匠と私の目に狂いはなかったってことね。漂白者さん、おそらくあの異常周波数は花持ちたちの死に関わっています。それが今この古物に宿っているのかもしれません。ブラックショアへの強烈な執念を感じます。先ほどの声は漂白者さんや嫌いの港の滅亡についても触れていました。これは簡単に解決できる問題ではなさそうです。とりあえず、あの花持ちのところに戻って状況を説明したら？こういうのは、ブラックショアの方が詳しいでしょう。行きましょう、漂白者さん。なんだか、嫌な予感がします。この一件、どうも一筋縄ではいかないようですね。嫌いの港には、私たちの知らない秘密が、まだまだありそうです。漂白者、やっと戻ってきてくれた。ここは終点であり起点。あなたがこの海岸へ戻ってくれるのならとても嬉しい。交流リナシータ、どこへ行こうとも私はここであなたを待っている。どれほど遠く離れても、この海岸で、ずっと。やっと洞窟から抜け出せたな。って、なんだこの濃い霧。これじゃ何も見えないぞ。ここはベイルド岩。霧が濃くて当然さ。
もしかして俺をお探しかな。で、あれ漂白剤？本物だよな。夢じゃないよな。まさか本当にブラックショアに来てくれるなんて。その通り、歓迎するよ。けど、君はどうやってブラックショアまで来たんだ？花持ちが犠牲になった？くそ、思ったよりもやばい状況みたいだな。そのフォードってやつも、俺たち側の人間とは限らない。と、そうだ。骨董商から受け取ってたもの、見せてもらえるかな？へえ、上昇さんからこんなものが。祭祀を観測するために、ブラックショアが世界中に設置したレジスタだね。各地の祭祀に動きがあれば、すぐ察知できるようになってるんだ。それがまさか、嫌いの港で異常周波数を記録してくるとはね。ひょっとすると、テティスシステムが君を助けたのかもしれない。まあ、確証はないけどね。ブラックショアに飛ばされてから今までで、なんか変わった出来事とかあった？水色の人影、ショアキーパーかな？その昔、ブラックショアの指導者を支えたという人物で、ブラックショアの守護者でもある。おそらく、君が会ったのは彼女だろうな。古い文献には、ブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導く、と記されている。ブラックショアにとっては、伝説的な存在だよ。彼女が君にそこまでするとは、それなりの理由がありそうだね。ともかく、まずは花園に行ってみよう。君が手に入れたものをテティスシステムに取り込んで、嫌いの港の異変を解決しなきゃね。花持ちに死傷者が出てるなら、事後処理をする人員の派遣も必要だな。それと、君には他にも知りたいことが。この揺れ、こんなとこまで影響が出てるのか。どうやら、テティスシステムの故障がひどくなってるみたいだ。行こう。ことは急を要する。他のことは道中で説明するよ。通信が切れたか。まあ、よくあることさ。ブラックショアは巨大な黒石の上に立っている。普通のデバイスは黒石の干渉を受けるからね。花園に着いたら、ブラックショアの信号灯を使って変身してあげなよ。黒石の周波数から干渉を受けないのは、ブラックショア製の信号灯だけだから。こいつらはテティスシステムと繋がってて、声の周波数は俺たちの言葉に変換されてるんだ。ま、ロボットもある意味一つの種族と言えるのかもな。テティスシステムってのは
スーパーコンピューターみたいなものだな。ブラックショアがやってる悲鳴の観測や警報、そして解決は全てテティスシステムの演算によって行われている。で、こちらのお方はブラックショアメンバーの活動経費を統括し、各地に設置したロボットの記録と管理を担当する悪徳商人さ。とまあ冗談はさておき、さっきの地震で黒石周波数の干渉が強まった気がするんだけど、地下との通信はまだ生きてる？それならよかった。じゃ、漂白者、データをクウムリに渡してやってくれ。どう？テティスシステムにデータは送れた？ここ最近、テティスシステムがずっと不安定だ。クウモリも知ってるだろ？漂白者が持ってきた情報は、今のデータだけじゃない。俺たちが嫌いの港に派遣した人が犠牲になったそうだ。そうだ。クウモリはテティスシステムのデータベースにアクセスできるよな。フォードって名前の花持ちについて記録がないか調べてくれ。そいつはおそらく花持ちたちの死と何らかの関係がある。おい、こら、この悪徳商人め。ちょっと、俺こんなにもらってないんだけど。テティスシステムは今週に向けて嫌いな港の悲鳴警報を出すだろう。それと君が会ったフォードってやつだけど、まさかテティスシステムにも記録がないとはな。重力を操るような共鳴者をブラックショアが見逃すはずがない。考えられるとすれば、今は何とも言えないな。システムに情報がないなら、あとは、ひとまず花園へ行こうか。あの辺りはブラックショアのメンバーが多く集まる場所で、人事担当のモニカもそこにいるだろう。ん？どうした？できるに決まってるだろう。RPG って遊んだことあるか？あれと一緒。キャラクターそれぞれに設定があるみたいに、ブラックショアのロボットにも役割があるんだ。ちなみに、ロボットたちのキャラを設定してるのは、テティスシステムなんだ。クウモリの悪徳商人みたいにね。そのうち、めちゃくちゃ意気投合できるロボットが出てくるかもな。さてと、準備ができたら、花園へ行ってモニカを探すぞ。さん、あら、こちらの方は？彼女は以前からうちに招待してた今週の共鳴者だよ。ブラックショアに来たばかりなんだ。あの名式との戦いで活躍された共鳴者様ですか？やっとご本人にお会いできました。すみません、
私としたことが。自己紹介が遅くなりました。私はモニカ、ブラックショアの庭師で、主に人事を担当しています。本来ならば、私からブラックショアをご案内して差し上げるべきなのですが、今は人手不足で、本当に申し訳ありません。モニカ、嫌いの港の件は聞いてる？はい、今週から紹介がありました。こちらからも、ティティシシステムが引き続き嫌いの港の悲鳴警報を出す可能性があると伝えてあります。漂白者様がお持ちくださったデータは、すでにティティシシステムに転送済みです。ですが、システムは今も不安定な状態が続いています。問題はまだ解決してないってことか。ええ。この事態を解決するには、まず、テティシシステムの運用を正常に戻す必要があります。せめて安定させることができれば、問題の半分は解決したと言えるでしょう。花持ちたちの犠牲は、決して無駄にはしません。彼らが命を懸けて、位置情報をニーヤに送り、そしてあなたがデータを持ち帰ってくれた。これがなければ、事態はさらに悪化していたでしょう。で、今の状況は？あとはご覧の通り、テティスシステムのメンテナンスを行う準備を進めている状況です。なるほどね。あ、そうそう。モニカは人事の管理者でしょ？フォードって名前に覚えはない？多分花持ちなんだけど。フォード、そうですね。そういった名前の花持ちはいないと思います。その方がどうかしたんですか？あの異常周波数と関わりがあるのですか？もしかして、裏切り者とか？それは考えられません。そういったケースは、ブラックショアの歴史上稀ですし、いたとすれば、記録に残されているはずです。ティティシシステムにもデータがないんですよね。我々を惑わすための敵対組織による工作では。過去に？漂白者様は少し前に招待リストに載ったばかりのはずですが。全く手がかりがつかめないな。とにかく、そいつのことを調べてくれないか？それはもちろん、ブラックショアに関わることですし、全力で調査いたします。仮に、その人自身が異常周波数の一部だとすれば、花持ちたちが犠牲になった原因は、その彼女。しまった。データをテティスシステムへ転送しまったぞ。ウイルスに感染させたようなもんじゃねえか。危ない。くそ、はめられるとはな。クーモニと地下の状況を確認してきます。テティスシステムを正常に戻さないと。漂白者様、アールトさんと一緒に花園のクーボット兄弟のところへ行ってくれませんか？花園の調律装置も守らなければいけません。ブラックショアに来て早々、こんなことに巻き込んでしまってすみません。すべてが解決したら、改めて漂白者様のご加入をお祝いさせてくださいね。はめられるって気分悪いよな。君が持ち帰ったデータを転送するだけの簡単な仕事だと思ったら、まさか罠が仕込まれてただなんて。俺たちは何と戦ってるんだ？ブラックショアのあらゆる物事はテティスシステムの演算のもと動いてる。テティスシステムを失ったブラックショアなんて使えない黒石みたいなものさ。君が求める真実も、テティスシステムなしでたどり着くのは難しいだろうね。俺やクーモニ、あのモニカだって、テティスシステムの最高権限は持ってない。
俺たちが使えるのは一部の機能だけなんだ。もっと高い権限さえあれば、いろいろと調べられるのに。そうか、その手があった。よし、花園のクーボット兄弟を探しに行こう。調律装置の安全も確かめないとな。それと、今回は君が話を聞いてくれ。君なら、テティスシステムからより多くの情報を引き出せるかもしれない。ま、ほとんど勘みたいなものなんだけど。花園はすぐそこだ。行こう。やっとつながった。もうびっくりさせないでよね。ご無事で何よりです。私たちはブラックショアからの警報を受けて今週長の防衛をしてるよ。予期軍も機雷の港に集結して戒厳令を敷く準備をしています。それと犠牲になった花持ちたちの遺体は私たちで回収してブラックショアに引き渡す予定です。漂白者さんにはまだブラックショアで探すものがたくさんありますよね。記憶、そして過去、この先どんなことに巡り合うかは分かりませんが、漂白者さんが答えにたどり着けることを祈っています。どこへ向かおうともこの今週に仲間がいることを忘れないでくださいね。勝手に演奏するピアノ。
ブラックショアってすごいとこだな。なあ、やっぱピアノ弾けるんだろう。なんかいいメロディーだな。なんて曲か知らないけど、我は好きだぞ。音と周波数には感情を込められる。こうして自分自身の思いを音に乗せるの、あなたにもできるはず。やってみて。おい、大丈夫か？何かってなんだ？ここにはずっとお前しかいないぞ。また地震かよ。一体何が起きてんだ？おい、早くここから逃げるぞ。行こう。お、聞こえる？Thank you.
記録を開始。座標は依然として変わらない。すべてかつての姿と同じ。時間でさえも黒石の形を変えることはできない。この世界はまだ始まっていないのに、私たちはその終わりを目にしてしまった。彼らは昔の私たちと同じさまよう脆い存在だから、教えよう、私たちが信じる道を。今のは何？周波数の影響で幻覚でも見たのかな。でも初めてじゃない気がするのはなぜ。もしもし、聞こえますか？漂白者様のおかげでスプラウツの地の異常周波数が落ち着きました。次は前方に見える小島、アストレアの目に向かってください。ブラックショアの中で最も険しい高地です。ソラリス全体の天空海観測を担っていることもあり、黒石のエナジー放出は強く、人工物の設置はほとんどありません。スプラウツの力ならすぐに着くでしょう。目的地でクココが待っています。任せて。ふっ、光よ、映え。これも音の力ね。記録を開始。悲鳴は予測不能な天災ではない。敵に立ち向かうのならまずは敵を知る必要がある。ただ今のところ予測できるのは悲鳴そのものの発生だけ。天空海や無音区の予測はまだできそうにない。悲鳴に立ち向かうには私たちだけでは足りない。多くの助けが必要だ。悲鳴という厄災は世界共通の敵。そして世界と共にあるべきなのは私たち人間だ。またあの幻影。ブラックショアの始まりについて話しているの？まるで本当にあった出来事みたい。場所は各地の残像の観測をもとに悲鳴について推測を行う場所です。そこでは残像に関するデータの保存、収集および転送を行っています。ですので現状ではブラックショアで最も厄介な場所と言えるでしょう。汚染がひどくなってまた残像が出てきた。気をつけてくれ。ふっ、これも音の力ね。ご苦労だったね。私が移転移送所の管理人だよ。いやー、実に見事な戦いっぷりだ。今週の同僚から聞いた通りだったよ。ああ、我々は出身地を問わず
誰もが同じ理念のもとでここに集まっているんだ。君が汚染データの除去をしている間に、スプラウツの力テティスシステムに再接続できたよ。汚染されたデータと残像が実体化しているのなら、この原理が応用できるんじゃないかと思ってね。それで安定アンカーのそばにデータを入力して、よじ登れる台を作ったんだ。さあ、奴らをあるべきところへ送り返そう。他の二つの安定アンカーにも応援人員が向かっているところだ。さて、乗るか反るかだな。これも音の力ね。大事にしないとね。行こう。響け。ふっ。任せて。光よ、これも音の力ね。花よ、植物だって生きてるんです。はっ、劣化のきらめき逃がさない。司令よ、焼き尽くせ。神にも劣らぬ昼夜健康。私が行けるのはここまで。天空界からソノラ、時間から空間へ。ちょっとヤンヤン見て、あそこ人がいる。いきなり倒れちゃったよ。この場所こそが全ての始まり。進みなさい、私はここで待っているわ。全ての修復が完了したみたいだな。
お疲れ、漂白者。君がいてくれなかったら、今頃はどうなっていたことやら。お前が、フォードだな。漂白者、言い忘れてたんだが、あれからモニカが彼女の情報を見つけ出したんだ。彼女は、ブラックショアの花持ち。戦場で医師として働いていたものだ。だけど、彼女は数百年前に嫌いの港で起こった悲鳴で、すでに命を落としている。つまり、生きているはずがないんだ。フォードは、私たちの中の一人。テティスシステムにおける、私たちの名は、ネクロスター。私たちはブラックホールの自称の地平線にとどまり、永遠に闇の底へと落ちていく。私たちは悲鳴によって砕かれ、観測者の呪いにより死ぬことさえも選べない。島でブラックショアを立ち上げた頃、私はあなたを補佐してこの場所を管理するだけの存在だった。あなたはかつてここでバラバラだった世界をつないでいたけれど、すべてを手放し漂白の旅に出た。あなたが失ったのは記憶だけじゃない。あなたが去った後、ブラックショアはテティスシステムが統率してきたから、彼らはあなたの存在を知らない。それがあなたの望み、自由に行動するための。だけど、ここはあなたが築き上げた場所。いかなる資源も自由に使って構わない。あなたはここの主。でも、ここの仕事は対局から見れば些細なもの。あなたがブラックショアをテティスシステムに任せたのも、それが理由。そして今、このすべてを終わらせることができるのも、あなただけ。あなたがまた、未来へ一歩踏み出すためにも、必要なこと。フォード?確かに、彼女はブラックショアの花持ち。でも、彼女と亡くなった人たちには不可解な謎がある。彼らはあなたが嫌いの港で目撃した異常周波数の原因、そしてそのエラーを修復できるのはあなただけ。大丈夫、
安心して、私がついているから、昔のように。ごめんなさい、これ以上は言えない、あなたと約束したから。でもテティスシステムを修復していけば、あなたが過去と決別した理由がわかるかもしれない。そういえば聞きたいことがあるの。今週での旅、あなたは満足してる？ソラリスにおいて、今週はあくまでも旅の始まり。大丈夫。これからの旅は、きっとあなたが思い描いたものになるから。地下に向かうゲートが開いた。そこをくぐれば、ブラックショアの最下層までたどり着ける。今週から始まったこの旅は、やがてブラックショアを通じて、ソラリスの全土に至る。最後に、もう一つお願いがあるの。すべてが終わったら、あなたの今週での物語を、私に聞かせてくれる？ふっ。あれが、ショアキーパーか。自ら姿を現したってなると、やっぱり。ああ。ブラックショーに入ってから一度も会ったことなんてないね。ただ、言い伝えを聞いたことがあるってだけ。けど、彼女が直々に出てきたってことは、間違いなく君が、ブラックショーにとって、この上なく重要な人物だってことだ。地下へのゲートが開いたのなら、真実が明らかになるのも近いだろう。地上のことなら、何の心配もいらない。俺たちに任せて。
ソノラの特性を生かした技術、これもテティスシステムが無限に近いデータを保存できる理由の一つ。テティスシステムはソノラの集合体のようなものだから。これがブラックショアの真の姿。私の体はソノラで構築されている。この映像もいわばソノラの影のようなもの。私はテティスシステムの演算の中核を担っている。だから機能を維持するためここを離れることができない。でもこういう形でならあなたと一緒に行動することもできる。ここにはソラリス中の悲鳴が記録されている。過去に起きたものも今起きているものも今後起きることになるものも、あの星々はこの星の嘆き、すなわち悲鳴。群生の調律者、文明を導く者、ブラックショアの頭脳。昔あなたが持っていた無数の称号、それもその中の一つ。気に入ったものはある？え、私？あなたの本当の名前を呼んでいた。過去であろうと現在であろうと、幾千幾万の時が流れようと、あなたはあなた。あれがネクロスター。旧文明の呼び方をするならブラックホール。テティスシステムはデータを星空とし、ソラリス全体を観察している。そして捨てられたデータはネクロスターの中に放り込まれる。あなたが嫌いの港で遭遇した異常周波数もその一部であり、本体とも言える。
それを調律ホールに持ってきて、私がエラーを消去する。そうすれば、テティスシステムは正常に戻り、誰も傷つくことはなくなるはず。今は、手遅れにならないことを祈るだけ。さあ、行きましょう。私がそばにいるから。ずっとそばにいるから。残りあの黒い星は、地下に収容されたようね。地下に通じる扉が人為的に閉じられている。ふっふっ、光よ、前、これも音の力ね。はっ、やっ、風の導きのままに。これも音の力ね。よっ、はあ、ふっふっ、任せて。行こう、やっ、ふっ、この光で、よっ、よっ、行こう。これも音の力ね。任せて。逃げ場などない。行くよ。隙だらけね。ふっ、はっ、ふっ、よっ、打ち倒、響け。ふっ、任せて。もう大丈夫だ。すべて終わった。はあ、あの方の声が聞こえます。ああ、彼女もここにいる。安心しろ。私はここよ。しっかりしろ。すぐに救援が来る。私は、ブラックショアの信頼に、応えられましたか？ええ、あとは任せて。大丈夫。あなたは助かる。もう誰も傷つけはしない。ありがとうございます。どうか、必ず。お前はよくやったよ。ゆっくり休んでくれ。星々も私も、決してお前の勇気を忘れない。今しがた、ネクロスターが強制的にエラー収容所に排出された。あまりにも突然のことだったよ。エラーコードが地下から外に溢れてたんだ。ピーク時は、仮想データがまるで血のように飛び散っていた。コントロールルームを守るには、地下へのゲートを閉じるしかなかった。その上、誰かがシークレットキーを取り外す必要があって、自分がどうなるか理解した上で、彼は使命を果たしたんだ。ショアキーパーが現れるとは、
思ってもいなかっただろうがね。あれほど異常周波数に汚染されてしまっては。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じる扉が人為的に閉じられている。私がいる限り権限の付与は必要ない。ただの影だけど、ずっとそばにいるから。行こう。これは予想外ね。漂白者、おかしなことを聞くけど、私以前と比べてどこか変わった。花園で彼らを見た時、体の奥から不思議な感覚がこみ上げてきたの。どう伝えたらいいのかわからないけど、あの時治る見込みがないことはあの収容員自身も分かっていたはず。なのに私は嘘をついてしまった。嘘をついたのはこれが初めてじゃない。私の記憶では、あなたはこういう時悲しみの表情を浮かべていた。私もそういう感情を抱くべきなの。そう、仲間たち一人一人の気持ちを思いやっていた。だからあなたの代わりに私がその役目を全うすべきなの。でも今の私にはうまくできない。ネクロスターの問題が解決しない限り、あの収容員のような悲劇は起き続ける。私にできるのは
収容所のネクロスターを調律ホールへ持ち帰ってテティスシステムに取り込み、システムの初期化を完了すること。あの時逃げ遅れた多くの人々が悲鳴の重力に抗えずブラックホールに吸い込まれていった。今テティスシステムの中にあるネクロスターは嫌いの港を滅亡させたブラックホールそのもの。あなたが嫌いの港から持ち帰ったあのデータがそうだったの。昔のあなたはそのことに悩んでいた。だから私はそれを変えたい。テティスシステムの最高権限を持つのは私だけ。それを調律ホールに持ってきて、私がエラーを消去する。そうすればテティスシステムも正常に戻り、誰も傷つくことはなくなる。けれど私は実体がないから、あなたに持ち帰ってもらわないといけない。でも安心して、昔のように私があなたを守るから。そして今度こそ全てを変えてみせる。大丈夫、時間はたっぷりあるから。過去、現在、未来、語り尽くすには十分。私を信じてくれる？ありがとう。本当に本当にありがとう。真ん中のあれが制限をかけられたネクロスターだ。旧文明の物理学によれば重力は時空を歪めるらしいな。ポータルをくぐればたどり着ける。もう一つの時空にいる人々の声が聞こえる。危ない。私たちは見捨てられた。よっ、これも音の力ね。任せてください。よっと、進化をお見せします。チャンス、行くよ。よかった、元の空間に戻ってこられた。さっきの戦闘では本来の周波数の波動は抑えられていたみたい。権限を認証しました。操作を確認してください。おい、こら、手当たり次第に食べるな。今のめちゃくちゃまずかったぞ。いろんな味が複雑に混じってて、おえ。これはなんだよ、じっと見て。そう、この周波数よ。遥か昔からこの周波数はあなたの中にあった。
気になるけど、今はそれほど重要ではない。この我が重要じゃない？失礼なやつだな。お前のせいだろ。腹が減ってるからって何でもいいと思うな。さっきの調味料全部ぶち込んだみたいな味がしたぞ。深淵の奈落に落っこちたみたいな味だった。もう二度とあんなの食うもんか。だからこそ、それはブラックホールと呼ばれているの。あの子、周波数の性質がわかるのね。ネクロスターの周波数は確かに複雑。あの子の言う通り、体にどこか不快なところはない。違う、そうではなくて、あの子と一緒にいて異常を感じたことはない。それならよかった。ネクロスターのコアは手に入った。あとは調律ホールへ持っていくだけ。残りの時間、最後までそばにいさせて。街は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた。すべての命は悲鳴に飲まれた。100億もの人々が悲鳴によって消えた。彼らが悲鳴の中で味わった絶望、無念、怒り、そして後悔、そのすべてがテティスに記録されている。帰らぬ人となった彼らの名前もここに残されている。あなたはどうしてここにいるの？
私はテティスの中枢で、ブラックショアの所有物。私のソノラは、ここにある感情を受け取る器だから。ごめんなさい、ソノラを制御しきれなかった。あなたがブラックショアを去った後、私の職務はここのすべてを守ることに変わった。ここを守り通して使命を果たせば、あなたを見守ることもできる。実際に悲鳴に巻き込まれたことはないけれど、人々の記憶が私に教えてくれるの。悲鳴のデータは私の体内を流れて星に変わり、テティスシステムも私を通して悲鳴の警報を発する。ごめんなさい。私は職務を全うできなかった。ここを守れなかった。私がもっと努力して彼らの感情を理解できていたら、こんなことにならなかったかもしれない。ソノラもこの体も私の全てを捧げてできることをしてきた。だからこそ私は星空を、そしてあなたを守ってこれた。漂白者、これは約束なの。過去から今まで変わることのない約束。必ず方法を見つけて、逃れられない運命とあなたをめぐるメビウスの循環を断ち切ってみせる。そのために尽くすのが私の存在理由。この感情はどう表したらいいの？罪悪感、喪失感、それとも未練？こういう時どんな顔をすればいいのかわからない。溢れ出したデータの残像がここに集まり始めている。彼らも自らの使命を全うしようとしているのね。行こう。この光で、ふったや、ふや、これも音の力ね。一気に行くよ。漂白者さん、お待ちしていました。みんなのおかげでこちらは準備万端です。あとはも
ち帰ってくださったネクロスターのコアを加えるだけですよ。テティスシステムに異常が起きてから、うちの収容員も頑張ってますので、各地で戦いながら重要な製図を回収しているんです。それから、製図の中にショアキーパーさんの周波数が現れて、被害を受けた周波数をなくさめる様子も観測しています。ブラックショアはいかなる時も、メンバーを一人で戦わせたりはしませんよ。その黒い星を、あそこの解析装置の上に置いてください。今から、私たちで再調律を行います。調律が完了すれば、テティスシステムのデータ流出も修復されるはずです。製図のステータスを確認。ネクロスター。この製図の調律を再度行いますか？ネクロスターのバックアップデータを読み込み中。嫌いの港。対象データの読み込みが完了しました。ご確認ください。あそこが調律データの入り口です。再調律された製図も今のところ問題なさそうですね。あの中からテティスシステムの再調律データを手に入れれば調律完了です。待って。ネクロスターが制御されてから、テティスシステムにおける私の演算負荷が下がった。私も一緒に行かせて、漂白者。これは私との約束。大丈夫。ソノラをたくさんつなぐことで体の摩耗は修復できる。私が存在しているうちに使命を果たさなければいけない。心配しないで。もう誰も傷つけさせないから。お願い、私を信じて。よっ。嫌いの港もかつてはこんな風に栄えていた。あの時代は開拓への自信が町の人々、そして世界を動かしていた。船で海路を、車輪で陸路を制し、人々は戦乱や衣食住に悩まされることなく、愛と平和を育んでいった。日に日に高くなる建物のように、人々は自信に満ち溢れ、みんなが理想の実現を信じていた。あの夜景にきらめくビルが見える。あのビルは、当時天空に最も近いと言われた場所。あの頃人々が望んでいたのは、近くの衛星だけでなく、果てなき宇宙との共鳴を実現すること。彼らは高い理想を掲げ、彼方の地に思いを馳せ、未知なる世界へ足を踏み入れることを願った。当時の人々には夢があり、実現させるだけの力もあった。
れど、その夢は。ソノラの中でも現実でも、私はこの街を自分の目で確かめたことがない。どうやって街が作られ、繁栄し、滅びたか。あなたが教えてくれたのよ。これは、あなたが過去に経験した出来事。この街がどう発展したかを語るとき、あなたはいつも微笑んでいた。もしかしたら、いつかこの街での出来事が重要な手がかりになるのだと、あなたは気づいていたのかもしれない。ここは滅亡1時間前の嫌いの港。災害発生1時間前が、私の演算で再現できる限界なの。私たちが前へと進めば進むほど、ここは滅亡に近づいていく。テティスシステムの再調律データは、悲鳴が起きたあの瞬間のものなの。私たちに歴史を変えることはできない。過去の歴史であろうと、未来の歴史であろうと、この物語の中で、あなたは何を経験したの？それは、どんな感覚だったのかしら。テティスシステムからの指令じゃないわ。私が知りたいだけ。教えてくれる。ここの障壁を抜けるには、この子に手伝ってもらう必要があるの。こういう純粋なソノラで構築された空間の中なら、ポータルの効果を最大限に発揮できる。入り口も出口も、しっかり制御するから。さあ、行こう。行こう。この温かい飲み物、いい香り。こういう飲み物、あなたは好き？わかった。覚えておく。生命の箱舟の植生データには、この原材料の種が保存されているわ。花園で育ててみてもいいかも。私のソノラにこれを用意しておけば、あなたが旅で必要になった時、いつでも持っていける。喜んでもらいたくて。おそらく障壁を越えてここを離れるにはシークレットキーが必要よ。ポータルを使えばシークレットキーが手に入るかもしれない。
私の能力でポータルを発動すれば、障壁を越えてシークレットキーを手に入れることができそうね。これは予想外ね。脅威を発見。一緒に片付けよう。データの残像がここに侵入しているみたい。つまり悲鳴の源にまた一歩近づいたということ。あと少しで滅亡が始まる。今は滅亡の10分前。あの時ブラックショアは嫌いの港に悲鳴の警報を発した。悲鳴の広がるスピードは、テティスシステムの予想をはるかに上回っていた。あなたは人々を避難させるため、交流とも協力し、ブラックショアの協力者と花持ちを総動員した。けれど、すべてを救うことはできなかった。彼女も無数の犠牲者のうちの一人。花持ちである彼女は悲鳴が発生してすぐ住民の救護と避難活動に当たった。でも悲鳴の前では人間は無力で弱い生き物。あなたはそういう信念を持っていた。ブラックショアもその信念のもとに動いていた。あの花持ちも。ええ、あそこにいる。けれど、彼女に会うべきなのかは私にもわからない。
私は嫌いの港で悲鳴に飲み込まれた者たちと同じように破滅の根源であるブラックホールの一部になってしまったの。悲鳴が発生した後、テティスシステムはそのブラックホールを収容し、こうしてネクロスターが誕生した。そのことは分かっていた。でもそれはテティスシステムの基盤ロジックに基づいていて、私には手出しできなかった。テティスシステムは悲鳴を観測するためのもの。だから悲鳴を理解し尽くす必要がある。そして悲鳴を理解する最善の方法は、悲鳴を限りなく本物に近い状態に復元し、制御可能な範囲で分析すること。これまでずっとテティスシステムは悲鳴の結果と根源を集めてきた。それがあったから他の悲鳴を解析できているの。それが現時点における唯一の方法。そしてそれこそテティスシステムがブラックホールを収容しようとした理由よ。でもセーズデータの中にあっても、私は花持ちとしての使命も忘れられなかった。災いの中で懸命に助けを求める人たちにとって、ブラックショアの名は救いの象徴だから。ネクロスターの中でその影響を抑えていたのはあなただったのね。それはあなたもでしょ。ただあなたと漂白者と違って、私たちは過去の亡霊に過ぎないわ。内側からネクロスターを抑えている間、悲鳴には規則性があって、ネクロスターと同じく完全に制御ができないわけじゃないと分かった。だけどいくらデータと推測を重ねても、私にはそれを外に伝える術がなくて、私はブラックホールから逃れることができない。だからここにたどり着いたあなたたちに希望を託したい。執念、怒り、後悔、恨み、悲鳴によりもたらされる感情はブラックホールの潮汐力のように私たちを引き裂こうとする。これらの感情は悲鳴と同じく周波数なの。きっとこれこそテティスシステムが長らく利用してきたものの正体。呼ばれている。テティスシステムがネクロスタープログラムを稼働させようとしている。私たちもかつては今のあなたのように迷いを持っていた。だけどあなたが道を示してくれたの。どうかどうか、必ず我が死よ、どうか私たちを解放して。引力を忘れないで。引力は旧時代の最後の真理。テティスシステムは何かを隠している。引力に関する問題であり、現代の学術では説明できないとなると、テティスシステムがリスクを冒してまで悲鳴とネクロスターを結合させたのは、それが理由。あまり時間がない。今すぐネクロスターの稼働を止めて調律を終わらせないと。ここからは険しい道のりになる。漂白者、どうか最後まであなたのそばにいさせて。これはブラックショアの一員として、そして私としてのお願い。
大事にしないとね。予想外ね。これで終わりよ。行こう。とても強いエラーデータの汚染を感じる。この扉の向こうから私も汚染を抑えてみるけど、気をつけて。任せて。光よ、前。鍵縄を使えるようになった。はっはっ。これも音の力ね。ふん。やっ。行こう。それ。ふっ。ふっ。よっ。は。は。ふっ。せい。この光で。行こう。や。や。こっち。それ。ネクロスターはこの先にいる。あのピアノが調律を行う鍵よ。気をつけて。ここは憎しみに満ちている。はっ、消えろ。これも音の力ね。任せて。逃げ切れるかな。アシレイよ、焼き尽くせ。プログラムコピー完了。コアインストール。ターゲット最高管理者。離さないで。最高権限ポリシー実行。そんな、ダメ。逃げて。ダメ、あなたの物語は終わらせない。物語の続き、
いつか聞かせて。さようなら。予備プランを起動。あなたも来たのね。ここで会えるなんて思わなかったわ。ここはテティスシステムの最深部。私たち二人だけの海岸。私、ここの星空が大好きなの。遠い昔、あなたはソラリスのデータを星と定義した。この星空の輝きは悲鳴だけじゃない。人が放つ光でもある。この空には一つだけ、ひときわ瞬き、夜をかける星があった。その星は見ているだけで、悲鳴に染まった心を、暖かく満たしてくれた。そしてある日、その星はここに現れたの。私の目の前に。過去の私は、ブラックショアを守り、与えられた仕事をこなすことだけが、存在意義だと思っていた。それを、あなたが変えた。あなたは私に、たくさんの物語を聞かせてくれた。外の世界のこと、あなた自身のこと、過去、現在、そして未来のこと。ディナシータの花畑を通りかかった時、そこに咲いていたデイジーとバイオレットは、とても美しかった。あの時は、ただ不思議な感覚だとしか思わなかったけれど、やっとわかったの。あの感覚こそが、幸せだったのね。私の生きる理由は、ブラックショアを守ることだけじゃなかった。あなたも、ブラックショアだけで終わる人じゃない。戻ってからも、この星の上で、あなただけの物語を紡いでね。忘れたの。私はソノラで作られた。ソノラの道具。そして、ソノラは永遠に消えはしない。ただ、しばらくお別れするだけ。テティスシステムには感情を受け止めるコアが必要なの。悲鳴のデータがなくなったのなら、誰かがその穴を埋める必要がある。嫌いの港の被害者にも、もちろんあなたにも、その代償を払わせたりはしない。私の旅は終わるけど、あなたの物語は、これからも続く。約束したでしょ。もう、誰も傷つけさせないって。本当に、ごめんなさい。この方法しか思いつかなかったの。これで全てうまくいくから。あなたがこの海岸に来てくれただけで、私は幸せ。
光流、ディナシータ。たとえこの世の果てまで行ったとしても、ブラックショアは、これからも変わらず、あなたが足を休められる場所、どれほど遠く離れても、私はこの海岸で、あなたを見守り続ける。この気持ちは、愛、なの。さようなら。抑制されています。ネクロスターの安定を確認。データ中枢も正常に戻っています。成功です。テティスシステムが正しく再起動されました。脅迫者さん、あなたのおかげです。あれ、ショアキーパーさんはご一緒じゃないんですか。彼女はテティスシステムの最高権限を持っているんですよ。そんな人がシステムの中に消えてしまうなんて、こんな結末は間違ってます。どういう意味ですか。なるほど、わかりました。ということは、気づきませんでした。ネクロスターの観測なんて考えたこともなかったから。でもそういった理論が書かれた旧時代の資料を見たことがある気がします。安定アンカーの観測対象を切り替えて、すべての観測設備を稼働させてネクロスターの観測を開始する。もう始めてますよ。少し時間がかかるかと。何としてもショアキーパーさんを見つけるわよ。ブラックショアは彼女を失うわけにはいかないもの。テティスシステム内にいるショアキーパーさんを見つけました。彼女だけじゃありません。ネクロスターの事象の地平線上にいる全ての人を確認しました。ネクロスターはテティスシステムの根本。そこからショアキーパーさんや他の方々を引き上げるには、ネクロスターの設計自体を完全に変えなければなりません。今、この世界に存在する法則に合わせて、です。それはつまり。本当にできるんでしょうか。こんな神に近いアルゴリズムを相手にするなんて。それに、テティスシステムの演算力を一点に集中させ、ショアキーパーさんの正確な位置を割り出すためには、演算力を引きつけるための力と高い権限が必要になります。そんな、同意できません。ショアキーパーさんを救えるかどうかも未知数なのに、これ以上、人員を失う危険を犯すなんて。それに今現在、ショアキーパーさん以上の権限を持つ人はいないはず。Thank you.
どういうことですか？ショアキーパーさんがそんなことを。あなたは一体。あ、もしかしてあの古い文献の。ブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導く。ってことは、今はまだその時ではないのかもしれない。だがテティスシステムこそが全ての手がかりを握る鍵になるはず。ブラックショアはテティスシステムの演算と指示に全てを委ねてきた。ショアキーパーでさえテティスシステムの前ではただ指令に従うだけの道具と化していた。でも人は冷酷な道具じゃない。そして歴史は決して埋もれ忘れ去られるべきものじゃない。テティスシステムは本当に万能なのか。完璧な人が存在し得ないのと同様に完璧なものなんてないのではないか。行くは勇むべからず、来たる者はなお追うべし。これは今週で聞いた古い言葉。もしかしたら間違いを正し決別するためみんなここにいるのかもしれない。ブラックショアが世界中を奔走するのは文明を守るためでなく人々を救うため。壊れたものは直せばいい。でも人を失った文明に意味なんてない。君の言葉聞かせてもらったよ、アルトさん。地上のことは俺たちに任せてくれ。わかりました。全ナビゲーターは第一級体制に突入。テティスシステム検索レベルを最大に変更し、ゲート開放準備。漂白者さん、ブラックショアの、そしてショアキーパーさんの運命をあなたに託します。私たちはテティスシステムの内部に無理やり突破口を開きました。あなたが赴く場所の具体的な位置情報は私たちにも分かりません。準備ができたらすぐに転送を開始します。必ず帰ってきてくださいね、漂白者さん。テティスシステムの演算スタックでデータの臨時保管にのみ使用されます。本来であればあなた様はここに来るはずのないお方です。しかしショアキーパーが最高管理者の権限をあなた様に譲渡したため一時的にアクセスを許可しております。あなた様は最高権限をお持ちですが、システム保守の観点からその指示の実行には反対します。ショアキーパーはすでにテティスシステムのコーディングコアとして更新されました。このコーディングコアが失われた場合テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。保護においてそういった概念は存在しません。すべきは文明の存続のみ。1万年を超える過去の観測において
当システムが観測した全世界滅亡型の悲鳴は計5回。その他、極地型の悲鳴は計30万回です。当システムの演算方式は、各地の採取の演算出力を参照しており、大規模文明滅亡のあらゆる可能性を回避しています。大規模文明発展の前で、個々の人類はあまりに弱く、個体の存続はさほど重要ではありません。また、ショアキーパーはソノラで構成されているため、一般的な人類とは異なります。感情は存続において足かせとなります。理解できません。再度警告します。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。当システムが存在しない世界において、文明は悲鳴に抗えません。システムは文明滅亡回避のために存在し、エラーは存在しません。理解できません。警告します。強制的にコーディングコアの排出を試みた場合、当システムの防衛プログラムにより、あなた様ごとこの世界は滅亡します。このままでは、凍てつく死の静寂が訪れるでしょう。気をつけて。お願い、逃げて。鍵縄で、離れて。大地が裂け、世界が滅びます。ターゲット、最高管理者。お願い、先へ進んで。私がついていけるのはここまで。でも、あなたの終わりはここじゃない。システム存続のため。最後のソノラを使って。ターゲット、最高管理者。任せて。最高権限ポリシー実行。これも音の力ね。
システム存続のため。静寂に沈め。せ、これも音の力ね。よっ、はっ、逃がさない。はっ、防衛プログラム停止。システム存続のためプログラム再起動。第3プランを発動。初期化対象ショアキーパー。初期化の進行 37%。 初期化の進行 62%。 初期化の進行 85%。初期化完了後、ショアキーパーが強となります。それにより当システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。渡さない、絶対に。誰一人見捨てたりしない。こうやって思いを音に乗せる、あなたにもできるはず。やってみて。ティスの一部になってしまえば、もう戻れない。悲劇は終わった。テティスシステムとブラックショアは、新しい道を行く。それに、あなたを嘘つきにするわけにはいかないでしょ。遥か先の未来と遠い昔の過去において、ここは終点であり、
危険でもある。あなたはここでブラックショアを立ち上げ、ソラリスとのつながりを作った。あの日から、テティスシステムはずっと存在している。やがてあなたは、システムが悲鳴そのものをコアにしていることに気がついた。悲鳴がなければ、機能しないということも。悲鳴で悲鳴を観測する。この循環は、まるで終わりのないメビウスの輪。あなたはシステムを変えようとした。けれど、何百何千の歳月を費やしても、私たちはその方法を見つけられなかった。そして、あなたはここを去り、新たな答えを探す旅に出た。唯一の解決策を知っていたはずなのに。感情を持たない入れ物、道具として存在する私なら、テティスシステムのコアに最適だと、あなたは分かっていたはず。私は、あなたを守りたい。あなたには、あなただけの物語がある。なのに、私は、あなたと同じ空の下で、あなたと同じ場所を見たいと、あの幸せを、また感じたいと思ってしまった。その感情に気づいた途端、何をしたらいいのかわからなくなった。でも、あなたの物語をここで終わらせるわけにはいかない。だから、嘘をついて、ごめんなさい。本当に、ごめんなさい。あんな危険まで犯させて、ごめんなさい。そうね、ただいま。